東京ドームです。ベースボールファンの皆さん、こんにちは。読売ジャイアンツ対東京ヤクルトスワローズ、デーゲームの模様をファンの皆さんへお届けいたします。この放送の解説は田尾靖さん、宮本和智さん、以上このお二人の解説で進めてまいります。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。さあ、そしてベンチの様子を伝えてくれるポーターです。はい、我々がベンチ裏やスタンドからさまざまな情報をお届けいたします。どうぞお楽しみに。はい、どうもよろしくお願いします。さあ、試合開始の準備はすでに整っています。今日のゲームの先発ピッチャー、フライシンガー、スワローズ打線をどう抑えてくるんでしょうか。無類のコントロールが生む打者料理術は独自メモを書き綴る探求心の賜物。日本で飛躍を遂げた頭脳派大型右腕セス・グライシンガー、足のスペシャリストから三拍子揃ったスイッチヒッターへと進化。スピードプレイヤー福地和樹。昨シーズンの成績出ていましたが、2割7分3厘のアベレージ。何を投げてくるか。まずは見送りました。カウント1ストライクノーボールです。1回の表、スワローズの攻撃。さあ、2球目、打っていった。打球はライン際、切れるか。さあ、次のサインは高めを打ちました。打球は右へ。さあ、4球目、外のボール球を打って左へ。取った。ファーストへ送ります。アウト。アウトです。福地ショートゴロに終わっています。巧みな広角への打撃、堅実を極めた守備、俊足を駆使した走塁、あふれるセンスに磨きをかけ、リーグを代表する内野手田中広康。初球は手を出しません。ボールカウント1ストライク。この回はワンアウトになっています。次のボールは、これはストレート。いいとこ行ってますよね。はい、でも今日のピッチングは期待したくなりますよね。はい、その通りですよね。さあ、ここはどうリードするんでしょうか。低めのボールは入りません。この球は外しています。さあ、4球目、外のボール打ちました。これはピッチャー正面。さあ、ランナーが出ました。田中、センターへのヒットが出ました。限界という言葉はこの男の辞書にはない。たゆまぬスキルアップとパワーアップで進化を止めない安打製造機、青木宣親。バッター青木、まずどこに構えるか。まずはストライク、ワンストライク。先頭打者は内野ゴロ、その後ヒットを許しています。さあ、どうでしょう。今度はまっすぐ。さあ、バッター追い込まれています。追い込んだがボールです。バッテリー外してきます。さあ、4球目、あっと打ちました。サードへの当たり、抑えた。二塁はアウト。そして一塁転送、セーフ。一塁はセーフ。ダブルプレー取れない。ちょっとこのランナーではね、ゲッツー無理でしたが。はい、そうですよね。残念ながらなりませんでした。パンチ力とバットコントロールを兼備、打線に重みと厚みを加える左のスラッガー、アーロン・ガイエル。4番バッター、ガイエル。さあ、最初はストライク。ゾーンいっぱいに投げ込みます。2アウトになっています。さあ、第2球、今度はインコースに持ってきました。それにしても思い切って振ってきましたね。スイングが豪快に行きました。さあ、次のサインは、この球はボールになります。2エンド1になりました。次が4球目、これは強烈な当たり、ライト線に上がった。ファウルです。一塁線はファウルになります。でもね、バッターがミスして助かったんですよね。はい、これはピッチャーヒヤッとしたでしょう。今度はまっすぐ打ちました。ツーツー。さあ、牽制。さあ、どういくか。さあ、これは痛烈だ。バッと破った。綺麗に破りました。ファーストランナー二塁回った。ここでヒットが出ました。ソフトなバットコントロールでシャープな広角打法、つなぎの打撃も巧妙なヒットメーカー、アダム・リグス。
5番バッターリングス。さあどこから来るか。初球ストライク。まあきっちり振ってんですけどね。はい、豪快に振ってきました。このピンチの場面、またランナーを許しています。さあ2球目、アウトコースストライク。ボールカウント2ストライク。追い込んだが、これはボールです。ここは1球外します。さあ第4球、まっすぐ打ちました。打球はセカンド後方へ取りました。スリーアウトチェンジ。1回の表が終了。スワローズ0点で攻撃を終了しました。代わって守りますスワローズの先発ピッチャー川島亮、ジャイアンツ打線をどう抑えてくるんでしょうか。多彩な球種を低めに集め、打者の思惑に反するクレバーな投球は絶品。エースの実力、川島亮。天才的バッティングセンスでチームに勢いを与える超攻撃型リードオフマン、高橋由伸。さあ初球、まずは初球見送りました。ワンストライクノーボール。先ほど昨シーズンの成績が出ておりましたが、3割飛んで8厘のアベレージ、そして放った本塁打の数が35となっています。丁寧にコーナーをつきます。2ストライク。さあ決め球を見せるか。外れました。高めの球、2エンド1です。次が4球目、変化球を打っていった。左方向、取ってファーストへ、アウト。一塁アウト。器用な打撃を生かし、重量打線のつなぎ役として新境地を開拓。ハイレベルな走攻守の復活劇は終わらない。谷義智。さあジャイアンツ、今日はどんな戦いを見せてくれるんでしょうか。どこから行くか。最初は変化球持ってきました。ワンストライク。ワンアウトになっています。このボールはどうか。これは当たりません。ツーナッシングです。さあ次のサインは、ストレートを外れました。カウント2エンド1。次の4球目、低め、これは外れた。平行カウント2エンド2。次が5球目、今度はストレートを持ってきました。ボールカウント2スリー。さあ2スリーになった。決まった、三振。最後三振を取ったのはストレートでした。一振りに魂を込めた侍打法で相手投手を切りまくる。背中でもチームを牽引するミスターフルスイング、小笠原道博。昨年の数字が出ていましたが、3割1分3厘のアベレージ、そして本塁打の数が31となっています。初球外に来ました。1球外しました。3番バッター小笠原、2投目、ストレート。ボールカウント1エンド1。小笠原、12回目のシーズンとなりました。さあ3球目はどうか。インコース打って、これはピッチャー破った。これはセンターへ転がっていきます。ツーアウトから塁に出ます。さあ今のバッティングなんですが、赤尾さん、まあ、ヒットにはなりましたけど、いいまっすぐでしたよ。はい、速いボールでしたがヒットにされました。年々進化する打撃はビッグゲームでさらに進化を発揮。ジャイアンツの4番という重責と栄光は誰にも渡さない。アジアの大砲イ・スンヨプ。初球振りません。ワンナッシングです。バッターイ・スンヨプ、2投目はまっすぐで決めました。ストレートで2ストライク目を取りました。
さあ勝負するんでしょうか。見送ります。ツーストライクワンボール。次が4球目。これはまっすぐ、ツーツーです。さあ何を見せるか。ストレートを打って、これはライト線に上がった。一塁線、これはファウルになりました。依然2エンド2、変わりありません。ちょっとボールが沈みましたが、またしてもファウルです。同じカウントが続きます。なーっと、カウント2-3。牽制、これは一塁セーフになります。さあ2-3。バッと空振り三振、3アウトチェンジ。グーを切らせました。空振り三振に仕留めた場面、そのリプレイです。1回の裏を終了、ジャイアンツ無得点で攻撃を終了しました。走攻守全てで光る職人芸、球団の枠を超えた統率力、小技チームに徹する真のリーダー、宮本慎也。6番バッター宮本、最初の球は初球は際どいところに来ました。さあ宮本さんにお聞きしましょう。ピッチングをご覧になっていかがですか。まあスライダーなんかいいでしょうね。ええ、キレのあるスライダーが来ています。攻撃中のスワローズ、先ほどのイニングは残塁が結局無得点に終わりました。外外れてボール、ワンエンドワンです。両チーム無得点のまま2回に入っています。さあ3投目、あーっと打った、竹はピッチャーの横、取った、一塁へ送ります。一塁、これはアウト。宮本ピッチャーゴロに終わっています。対策を駆使した広大な守備範囲、小柄な体に似合わぬパンチ力、三拍子揃ったスピードスター候補、川島慶三。この試合初めての打席ということになります。最初の1球、その初球カーブから入りました。ワンストライクです。ワンアウトランナーはありません。2投目、外のボール、ちょっと高いんですけどね。はい、それで空振りになりました。ピッチャー有利になったか。三球三振、見逃した、外のボール、見送って三振です。強打強肩、強気のリード、あの名捕手の後継者争いで存在感を示す中堅キャッチャー福川雅一。第1球はまずはストライク、ボールカウント1ストライク。2アウトになっています。このボールはどうか。これはバットが合いません。カウント2ストライク、ノーボールです。サインはどう出されたのか。しかしこれは決まりません。2エンド1になりました。さあ4球目、これは体に近いところ、2ストライク2ボール。次が5球目、当てただけ、打球は右、ファースト交代します。内側ですけどね、ちょっと差し込まれましたね。2回の表終了、スワローズ3人で攻撃を終了しています。セリーグ歴代最多の204安打を記録した勝負強いバッティングは新天地でも健在、頼れるベテラン助っ人アレックス・ラミレス。先ほど昨シーズンの成績が出ておりましたが、3割4分3厘のアベレージ、そして放った本塁打の数が29となっています。初球ボール、いやー宮本さん、今日のピッチングはどうでしょう。まあストレートなんかいいですよ。はい、このゲームストレートが生きています。2球目はどうでしょう。外角高めのストライク、ワンエンドワン。さあ最初のバッティングはどうでしょうか。さあ3球目、セカンドになります。セカンドが取ります。一塁に送ります。一塁、これは十分間に合います。アウトです。
バッティングのリードも最高です。ジャイアンツ星史上最強バッター兼日本代表司令塔、阿部慎之助。バッター阿部、何を投げてくるか。初球は手を出しません。ワンストライクノーボール。まず先頭のバッターを打ち取っています。どう攻めるのか。外のボールに手を出しました。これで追い込みました。さあ次はどうするでしょう。三球三振、空振り。これはバッテリーの配球勝ちです。さあバットが空を切った場面、もう一度ご覧いただきましょう。ライトスタンドへ美しい放物線を描く職人芸の右打ちは圧巻。好打者であり強打者でもある大型ショートストップ、三岡智博。一投目はどうでしょう。初球振りません。この球は外しています。この試合初めての打席ということになります。どこに構えるか。インコース、思わずバットが出ました。平行カウント、ワンエンドワン。順調にツーアウトにしています。さあ3球目はスライダーを持ってきました。今のは高め外れてますよ。ああそうなんですね。結局空振りになりました。次の4球目、低めの変化球は外れました。ツーストライクツーボール。さあ何を見せるか。あっと打ちました。打球は左へ、抑えた。一塁送球、一塁、これは余裕でアウト。これでスリーアウトチェンジです。さあスワローズ、この後の攻撃はピッチャーから始まります。3回の表スワローズの攻撃、そしてこの回の先頭川島亮。0対0、まだ得点はありません。まずどこに構えるか。最初のボールを決めました。ワンストライク。オレンジ一色に染まった東京ドームから実況生中継でお送りしています。低めインコース、ここは追い込んでいます。さあどういう一球で遊ぶんでしょうか。外のボール打って、これはキャッチャーか。今のは変化球を引っ掛けましたよ。これでアウトが一つ。宮本さん、今アウトを取ったわけですが何のボールでしたか。チェンジアップですよね。なるほど、チェンジアップですか。まずは初球ストレート、宮本さんにお伺いしましょう。今日のピッチングを見てどうですか。今のストレートもいいですからね。初回の第1打席ショートゴロに終わっています。次の2投目、今度もストレートできました。ボールカウント2ストライク。さあ次のサインは、ここは変化球、ここは外してきました。さあ次の4球目は、できました。これはワンバウンドしています。一塁へ送ります。菊池ショートゴロに終わりました。そして次の2番田中、3回の表ツーアウトです。第1球は初球インコース、ボールカウントワンストライク。初回の1打席目、センターへのシングルヒットを記録しています。今度はストレート、このストレートで追い込んでいます。次はどんなボールを持ってくるか。これは強い当たりだ、抑えた。ファーストへ送ります。1塁、これはアウトです。これで3アウトチェンジ。さあジャイアンツ、この後8番から始まります。ボンダを内野安打に変える驚異の快速、そのスピードが敵の脅威となる脇谷亮太。さあ最初のバッティングはどうでしょうか。
さあ1投目、最初は低めのボールでした。ワンナッシングです。3回の裏、ジャイアンツの攻撃。第2球、これは豪快に振ってきました。ストレートで追い込みました。キャッチャーのサインは、落ちるボール打って右への打球になりました。次が4球目、インコース、ちょっと外れた。さあ宮本さんにお聞きしましょう、今日のピッチングはどうですか？しっかり抑えてますよね。はい、このピッチングはどこまで続くんでしょうか。さあ5球目、外へ持っていきましたが入りません。2エンド2になっています。この6球目、高めを打って左方向、抜けた、きれいに抜けた、ヒットになります。秋谷、レフトへの打球はヒットになりました。そして打順が変わります。グライシンガー、右打席に入っています。グライシンガー、背番号29。ジャイアンツ、ノーアウトからヒットが出ました。どこから行くか、送ります。取って一塁送球、ここは確実にランナーを進めました。これでワンアウトです。ここで打順が一巡します。高橋由伸、もちろんランナーを返せば先制ということになります。バッター高橋由伸、どう組み立ててくるか。まず低めから入りました。それにしても思い切って振ってきましたね。はい、大きな空振りでした。初回の前の打席、サードゴロに終わっています。外、際どい、カウント1エンド1。今日は3回途中までを投げて許したヒットが2本、この回は1本ありました。カーブが決まります。このカーブで追い込んでいます。さあ次の4球目は、低めのボール打って打球は左へ、ショートが抑えます。一塁へ送ります。高橋、ショートゴロに終わっています。ちょっとバットコントロールがねできませんでしたね。そうなんですね。さあ第1球、まずは変化球、ボールカウント1ストライク。2番バッター谷、2球目はどう攻める。大きく外れました。ワンエンドワンになりました。先制のランナーがセカンドにいます。さあ3球目、スライダーできました。2エンド1です。さあ第4球、さあいい当たりだ。三塁線の当たりはファウルになりました。カウントはそのまま2エンド1。三振、スリーアウトチェンジ。このピンチ三振で完璧に抑えました。この打席も三振に抑えました。3回の裏を終了、ジャイアンツ得点はありませんでした。4回の表、スワローズの攻撃。この回クリーンナップから攻撃となります。青木、ここは塁、初球を叩いた、打球はセカンドへ、一塁に送ります。一塁、これは悠々アウトです。そして次の4番ガイエル、左のバッターボックスに入ります。さあ初球はどうでしょう。初球から入れてきました。ワンストライク、ガイエル、今日は1回塁に出ています。どこに構えるか、ストレート、外へ2つ続けました。さあ次のサインは、これも鋭い当たり。さあ4投目、スイングアウト。ほんと外主体の丁寧なピッチングでしたよ。はい、外のコースで三振を取りました。そして次の5番リングス、右バッターボックスに入ります。最初の1球、まず大きく外れてボールになりました。ボールカウントノーワン。ツーアウトになっています。次の2球目、変化球できました。まあきっちり振ってんですけどね。はい、残念ながら捉えられませんでした。試合は4回の表、まだ両チーム得点がありません。これはストライク、いいスイングしてんですけどね。しっかり振って空振りです。
次が4球目。あっとスイングアウト三振、クリアアウトチェン。タイミングを狂わせて打てなかったわけですよね。ええ、緩いボールも使ってきました。さあジャイアンツ、この後クリーンナップの登場です。4回の裏、ジャイアンツの攻撃。この回はクリーンナップから始まっていきます。小笠原、まずは出塁、チャンスを作っていきたいところです。初球見送っていきます。この球は外れています。今日の3回までのピッチング、打たれたヒットが2本、失点なしの成績です。どこに構えるか、内へ、低めの変化球、2球目はこれは外れました。小笠原、今日のゲームは1回出塁しています。3球目、ストレート、ワンツー、低めのピッチングが続きます。攻撃中のジャイアンツ、序盤3回は残塁に、そのランナーは結局返せていません。あっとバットが出ません。148キロです。次が5球目。これは強い当たりだ。ファウルです。一塁線はファウルになります。依然2エンド2。これは見送りました。これは3つ低めに持っていきました。次が7球目。ドンピシャのタイミング、取った。強い当たりでしたがセカンドゴロです。ファースト取って、これはアウトです。次のバッターです。イ・スンヨク、4回裏ワンアウトです。第1球はどうか。まずはストライク、ワンナッシングです。バッター、イ・スンヨク、第2球。外、これはボール。これは釣り玉、引っかかりません。この回はワンアウトになっています。次が3球目。これもいい当たりだ。ファーストへの打球、取って一塁、これは余裕でアウト。イ、ファーストゴロに終わりました。そしてバッターは5番ラミレス。4回の裏ツーアウト。1投目変化しました。ピッチャーの正面、取った、ファーストへ。これは一塁アウトで3アウトチェンジです。4回の裏を終了。ジャイアンツ2回目の三者凡退に倒れています。5回の表、スワローズの攻撃。先頭のバッター宮本、最初の1球は何か。初球ストライク、ワンストライクノーボール。0対0の均衡が続きます。最初の1点はどちらに入るんでしょうか。ワンバウンド、ワンバウンドした。さあノーアウトから先制のランナーを出していく。今のはどうでしたでしょう、タオさん。今のはバッター得意なコースでしたからね。はい、ここはピッチャー投げてはいけないコースに行ってしまいました。今日の4回までのピッチング、許したヒットが3本。送ってきました、取った、一塁送球。送りバントが成功しています。ワンアウトになりました。そして次のバッターとなります、福川。この先制のチャンス、打席が回ってきました。セカンドランナーは先制のランナー。初球はどうか。外から攻めていきます。ワンストライク。今日奪った三振の数は3となっています。さあどうでしょう。まっすぐを打って打球は右へ、取りました。これで2アウト。福田はファーストフライに終わりました。そして次のバッターを迎えます。川島亮、先制のチャンスでの打席なんですが、どうでしょうか。最初の1球、最初は変化球、空振りです。ちょっと合わないようです。今日は5回途中までを投げて打たれた。まっすぐ打ちました。左への打球です。セカンドランナーは三塁ストップ、止まりました。さあヒットになった。そして打順は1番に戻ります。福地、そのバッターボックスとなります。いい形でね、チャンスになりましたよ。ですね、ここはじっくり行きたい。まずは初球見送りました。わずかに入りません。今の投球が60球目。次のボールは外のボール、打ちました。打球はセンターへ上がった。ファーストランナーは二塁です。
二塁ストップです。三塁ランナーホームイン。1対0、1点先制します。フォアボードに点が記されます。リードを取ります。そして打順が変わります。田中、ワンヒットで追加点もありえます。さあ返せるか。どこから行く。あ、これはファーストゴロになりました。取りました。一塁に送ります。さあジャイアンツ1点を追いかけます。5回の裏、ジャイアンツの攻撃、トップバッター阿部、左のボックスです。さあ初球、村本インコースに来ました。枠をいっぱいに使ってきます。この試合の奪三振の数が4となっています。このボールはどうか。入れてきました。宮本さん、このピッチングはどうご覧になってますか。今日はまっすぐもいいですよ。遊び球あるのか。これは落ちるボール、ショートへの当たり、取った。一塁へ。一塁アウト。アウトです。そして次の7番三岡、右のバッターボックスに入りました。最初のボールはストレート、前に突っ込む。ワンバウンド来た、落ちました。ここでランナーが出ます。三岡ライトへのヒットが出ました。さあランナーが出ました。脇谷、5回の裏ワンアウト。ジャイアンツライトへのヒットでランナーを出しています。まず高めのボール、ワンナッシングです。先頭バッターは内野ゴロ、その後ヒットを打たれています。どこに構えるか。これはまっすぐ、ワンストライクワンボール。この5回途中までを投げて許したストレートを打って左へ抑えた。二塁はフォースアウト。一塁もアウト。最後はゲッツーに切って取りました。ゲームは5回まで終了しています。ジャイアンツ最後はダブルプレーに終わりました。ジャイアンツ先発ピッチャーマウンドを降ります辻内。1点リードされた場面での登板となります。スワローズ打線に対してどんなピッチングをしてくるんでしょうか。高校時代155キロをマークした異次元の剛腕、豪快なフォームを思い出し眠りを覚ませ、怪物レフティー辻内貴信。第1球はどうか。初球ストレートできました。カウントワンストライクノーボールです。この前の打席はいい当たりだったんですがセカンドゴロに終わっています。2球目はどうか。外、ツーストライクです。さあどういう1球で遊ぶんでしょうか。さあこの打球は、あっとピッチャー襲った。ピッチャーの代わり花を捉えた。打ったバッターは2塁へ向かいます。ボールをつないでいく。青木、センターへのヒットになりました。さあホームランで試合の流れを変えてくるんでしょうか。ガイエル、そのバッターボックスです。さあスワローズノーアウトからヒットのランナーが出ています。どこから行く。初球コーナーをついてきました。ボールカウントワンストライク。ガイエル、今日は1回塁に出ています。さあどうでしょう。これはスライダー。いやー力入ってますね。はい、残念ながら捉えられませんでした。キャッチャーの要求はストレート。ボールカウント2エンド1。さあ牽制、二塁はセーフです。さあ4球目、今のはバッターに当たりそうなボールでした。インコース、外れて2-2、カウント2エンド2。さあ何を見せるか。これも鋭い当たり。これはショート、ショート取った。一塁へ送ります。一塁アウト。ランナーその間に三塁へ。そして5番に打順は回ります。リグス、そのバッターボックスとなります。ここでねリード広げておきたいですよね。はい、ここは得点までいきたい。初球は手を出しません。カウントノーワン。さあ3回目のバッターボックス、2球目はどう攻める。これも強い当たりだ。左へ持っていったがどうだ。際どい打球。
ここで一発が出ました。満員の東京ドーム、このすごい弾道でレフトスタンドに入りました。6回の表ホームランを放ちました。さあ勢い出てきたか。このままリードを大きくしたい。今ホームに戻ってきました。3対0。そしてベンチ前コーチもいます。2点を追加。さあ今のホームランです。できることならもう少し点差をつけておきたいところでしょう。そして次の6番宮本、右打席です。第1球初球わずかに外れてボール、ノンストライクワンボール。さあ3回目の打席、2球目はどうか。ストレート落ちました。左方向へ。サードが抑えます。一塁に送ります。宮本サードゴロに終わりました。下位打線に回ります。川島慶三、6回の表ツーアウトです。1投目はどうでしょう。初球インコースから入りました。ワンストライクです。これが今日3回目の打席、この球はどうでしょう。今度もまっすぐできました。ツーストライクノーボール。サインはどう出されたのか。いい当たり、打球はレフトへ上がってどうだ。取ってこれで3アウト。6回の表までゲームは終了しています。スワローズ2点を追加、3対0、点差を開きました。6回の裏ジャイアンツの攻撃、対しますこの回の先頭辻内、左のバッターボックスです。バッターはピッチャー辻内。最初の1球初球振りません。ワンストライク。ここまでのジャイアンツヒットが3本、まだ得点がありません。一方のスワローズ、ヒット、詰まっています。これはピッチャー正面、取りました。ファーストへ送ります。一塁、これは十分間に合います。アウトです。打順がトップに戻ってきます。高橋由伸、千葉県出身。さあ1球目初球狙って空振りです。ワンストライクノーボール。この試合許したヒットの数が3となっています。さあ次はどこへ行くか。あっと打った、これはセカンドになります。取って一塁へ。高橋セカンドゴロに終わっています。そしてバッターは2番谷、右バッターボックスに入ります。さあ第1球詰まった、ピッチャーの横抑えた。ファーストへ。一塁、これはアウトです。これで3アウトチェンジ。さて試合は3点差のままラッキーセブンに入っていきます。7回の表スワローズの攻撃、そしてこの回の先頭福川、7回表ノーアウトです。さあ最初の1球低めから攻めていきます。148キロのストレート。ここまでのスワローズ打ったヒットは7本、そして3点を入れています。スワローズがリードしています。抜けた、これは一塁で間を破ります。ノーアウトからランナーを出していきます。カオさん、今のはどうでしたか。今のまっすぐでは抑えるのは難しいと思いますよ。ああ、なるほど、その球を打たれました。ここを送りバント、サード取った、一塁送球アウト、一塁はアウト。これでワンアウトになりました。そして次のバッターとなります。福地、今日4回目のバッターボックスに入っています。まず初球、その初球大きく外れました。いやー、宮本さん、今日のピッチングはどうでしょう。どっちかというと良くないですね。はい、さあ調子が上がってくるのか、これからのピッチングです。今日は1回と3分の1を投げて打たれたヒットが3本、そして2失点となっています。この球は見ます。ボールカウント1エンド1。福地、一度の出塁がありました。今日のゲームです。さあ3球目、あーっと痛烈な当たり、ラインの外、今のはファウルです。さあ4投目、スイングアウト三振。でもまっすぐで三振が取れるんですからね。はい、バットに当たりませんでした。アウトが1つ増えて次のバッターです。田中、右のバッターボックスです。さあ1球目、まずは落としてきました。ワンナッシングです。5回の3打席目、ファーストゴロに終わっています。
2球目はどうでしょう。打ちました。転がってしまった。あっと抜けた、抜けました。セカンドランナーは三塁ストップ。さあヒットが出ました。期待に応えたいこの場面、青木、そのバッターボックスです。ここはね、2点3点と期待したいですよ。はい、ここで怖いバッターが続いていきます。まずは外から来ました、ワンストライク。青木、今日のゲームは1回出塁しています。さあ第2球、大きく外れてボールです。ワンストライクワンボール。今日はツーベースを放っています。さあ3投目、これはストライク、ツーストライク、追い込んでいます。さあ第4球、これも強烈な打球、これはセンターに上がった、落ちた落ちた、ワンバウンド、ショートが中継、三塁ランナーが今ホームイン。4対0センターへのタイムリーヒット、追加点が入ります。4点差に広がりました。ジャイアンツ、この試合2回目のピッチャー交代です。バーンスタイン、いい判断だと思いますよ。ツーアウト、ランナー2塁1塁の場面でマウンドに上がります。さあどんな投球を見せるのか。サイドから繰り出すキレのある投球、日本代表相手に好投したオーストラリア代表左腕エイドリアン・バーンサイド。先ほどの打席はいい当たりだったんですが、ショートゴロに倒れています。見事にね、捉えてんですよね。初球見送っていきます。ボールカウントノーワン。バッターは4番ガイエル。2球目、座元、ワンエンドワンになりました。得点差は4点、スワローズがリードしています。3投目、あっと今度は外、2エンドワンになりました。さあ次の4球目は、ああこの場面でセカンドへのゴロになりました。セカンドが抑えます。一塁へ送ります。さあジャイアンツ、この後クリーンナップから始まります。7回の裏、ジャイアンツの攻撃、打順はクリーンナップから始まります。小笠原、まず初球、初球スライダーで入りました。カウントワンストライクノーボールです。7回の裏、ジャイアンツの攻撃、さあどうでしょう。ここはストレート。宮本さん、今日のピッチングを見てどうですか。このピッチングはお見事ですよ。ですよね、打線にとっては辛い相手となりました。様子を見ていくか。空振りの三球三振、一気に勝負してきました。そしてバッターは4番イ・スンヨク、左の打席です。初球はどうか。外めのボールから来ました。ワンストライク。さあ3回目の打席、2球目はどうでしょう。遠いところにバットを出しました。ツーストライクです。ツーナッシングからの第3球、あっとこれは痛烈な当たり、打球はショートへ、ファーストへ送ります。一塁、これはアウトになります。バッターラミレス、右の打席です。どこから攻めるか。まず最初のボールを決めていきました。ワンナッシングです。この回順調にツーアウトまで来ました。さあ2球目は、これは変化球、微妙なところ誘ってきましたが乗りません。今日のゲーム、田尾さん、宮本さんの解説でお伝えしています。さあ次の3球目、これはスライダー、カウント1エンド2。ここまで打たれたヒットの数が3となっています。バッティングカウントになったが、ストレートを持ってきました。平行カウント2エンド2。次が5球目、あっと空振り三振、スリーアウトチェンジ、ボール球を振ってしまいました。さて試合は4点差のまま8回へと入っていきます。
ライアンツ4番手のピッチャーに変えてきます。西村しっかり抑えてくるんでしょうか。重さとスピードが共存した脅威のストレートを軸に中継ぎの中心としてフル回転、鉄人の異名も定着した怪物西村健太郎。8回の表スワローズの攻撃、5番からの打順になります。リングス右のバッターボックスです。最初の1球、初球を投げてストライク、ワンストライク。今日はホームランを1本打っています。2投目、痛烈な当たり、これはサード取った、ファーストへ。ファースト取ってこれはアウトです。そしてバッターは6番宮本、8回表ワンアウトです。これが4回目の打席、初球です。最初は低めに持ってきました、ワンストライクノーボール。今日のバッティング3打数1安打、この球はどうでしょう。変化球打ちました、抑えた、一塁へ。これは一塁アウト、宮本ショートゴロに倒れました。そしてバッターは7番川島慶三、8回の表2アウトです。まあ、他の、ね、選手はみんなヒット打ってんですよ。はい、そうですね。最初から落としてきました、ワンボールになりました。今日は送りバントもありました。このボールはどうか。今度はスライダーを持ってきました、カウント1エンド1。先頭打者は内野ゴロ、その後も内野ゴロに打ち取りました。取って3アウトチェンジ。さあジャイアンツ、この後6番から始まります。8回の裏ジャイアンツの攻撃、この回は6番から始まります。阿部、最初の球は初球外に来ました、ワンストライク。ここまでのジャイアンツ、打ったヒットは3本、まだ無得点です。一方のスワローズ、ヒットが10本、4得点という内容です。スワローズがリードしています。直球で決めました。いいところへ決めてきます。さあ次のサインは。カーブを投げてきました。バッテリー外してきます。次の4球目、これはストレート、2エンド2になっています。さあ5球目、このストレートは外れました、フルカウントになっています。フルカウントからの6球目、強烈な当たり、破った、綺麗に破りました。さあノーアウトのランナーが出ます。阿部センターへのヒットが出ました。そして次のバッターを迎えます。2岡、8回の裏ノーアウトです。さあどこから来るか、初球から低めを攻めています。大きいのを狙ってますよ。スイングが豪快に行きました。5回の2打席目、ライトへのし、ファーストランナースタートを切った、まっすぐ打ちました。打球はセカンドへ、一塁を送ります。一塁はアウト、余裕がありました。そして次のバッターとなります脇谷、ランナーを返すバッティングとなるんでしょうか。さあ最初の1球、まずは見送りました、ワンナッシングです。5回の前の打席、ショートへのダブルプレーに倒れています。さあ次はどこへ行くか、外角低めのストライク、2ストライクノーボール。果たして3球勝負するのか。変化球外を狙いましたが入りません、ボールにしてきました。さあ4投目、ボールになります。この誘いには乗りません。次が5球目、あっと空振り三振、ボールに勢いがありますからね。ストレートで三振を奪いました。これが今の三振です。ピンチヒッターですよ。点の欲しいこの場面、ジャイアンツここでとっておきのピンチヒッターを送っていきます。高度な身体能力に厚い投手を常備、走攻守にあふれる躍動感でスタンドを沸かせる矢野健二。
ピンチヒッター矢野。どこに入れてくるか。最初は低め、中に入れてきました。これはバッター動けません。8回の裏、ツーアウトになりました。さあ2球目は。外へのボールは入りません。ワンエンドワンです。矢野、今年で6度目のシーズンとなりました。行きました。ピッチャーの正面、セカンドランナー三塁を蹴った。さあヒットになる。セカンドランナー今ホームインした。さあスワローズ、この後8番から始まります。ジャイアンツ、ここもピッチャーを変えます。豊田、3点のビハインドという場面でマウンドに上がります。さあどんな投球を見せるのか。守護神としての実績もプライドもチームのためなら脇に置く。緊迫の場面を気迫の投球で乗り越える豊田清。バッター福川、初球は最初は見ていきます。この球は外れています。今日4回目のバッターボックスに入っています。次の第2球、今度も変化球できました。ノーツー。ここまでのスワローズ、打ったヒットは10本、そして4得点です。スワローズがリードしています。外への変化球、ちょっとストライク入りません。歩かせたらもったいないですよ。ああ、ここはストライクを入れていかなければならないと。はい。福川、今日は1回塁に出ています。次が4球目、アウトコース、ここはストライクが来ました。今日の成績をご紹介しましょう。3打数の1安打。さあ5球目、外から、さあ上の打球抑えた、ファーストへ。一塁、これは余裕があります。アウトです。宮本さんにお聞きしますが、今打ち取ったのは何のボールでしょうか。カーブです。ああ、カーブなんですね。ここでね、変えてきますよ。さあスワローズ、ここで代打の切り札を送ります。長いリーチと無類のパワーでアウトサイドや低めも強烈にジャストミート。相手投手を萎縮させる和製大砲、宮出龍二。最初は外のボール、ノーワン。この回もまずワンアウトを取っています。次の2球目、スライダーを投げてきました。外へ2球持っていきました。点差変わらず3点差、スワローズがリードしています。さあ第3球、決まりました。このストレートで追い込みます。さあ4球目、スライダーを持ってきました。外を丁寧に攻めています。次が5球目、インコース決まった。これは入りました。さあ最後はきっちりと締めくくりたい。打順は次に変わります。福地、左のバッターボックスに入ります。先頭バッターは内野ゴロ、その後三振を取っています。打った、セカンドへの打球、取った、一塁へ。一塁、これは余裕でアウト。これでスリーアウトチェンジです。さあジャイアンツ3点を追いかけます。スワローズ、ここで2番手ピッチャーを送ります。五十嵐、3点リードの展開、ここで投入します。さあ最終回、注目のピッチング。火を吹く勢いの剛速球がよみがえる。日本人初の160キロオーバーの夢に向かって再チャレンジだ。五十嵐亮太、何を投げてくるか。まずは落としてきました。ここは1球外します。今日はここまで3打数ノーヒット、まだヒットは出ていません。まあ、1本ぐらいはね、ヒット打っておきたいでしょうね。はい、ストライクになります。ワンエンドワン。ここまでのジャイアンツ、ヒットは5本、しかし1点しか取っていません。スワローズがリードしています。鋭い当たり、この当たりはセンター打ち上げた。高橋、センターフライに終わりました。そして次の2番谷。さあ1球目、最初はインコースから来ました。ワンストライクです。
この回はまずワンアウトを取っています。2球目はどうか。インコース、バットが回ります。今のボール球ですけどね。なるほど、そのボール球を振ってしまいました。さあバッターはどうする。あっと危ないボール、あっと変化球、バッテリー外してきます。次が4球目。変化球打って右へ行った、ちょっと遠いボールでした。カウントは変わりません。2エンド1。変化球ストーンと落ちてきました。カウント2エンド2。さあどういくか。これも強い当たりだ、ピッチャーの横、バッと破った、綺麗に破りました。さあヒットになった。さあ田尾さん、今のはどう見ますか。でもあのフォークをね、打たれたら仕方ないでしょう。まあしかしピッチャーとしてはまさかといった感じなんでしょう。まず最初のボールを決めていきました。カウント1ストライクノーボールです。なおも1アウトです。2球目はどうでしょう。ちょっと今のは危ないボール、今度は落としてきました。平行カウント1エンド1。小笠原、ここまで出塁は1回という内容です。ストレートできました。直球で追い込みました。さあ4投目、あっと見逃し、最後は外に持ってきました。この一発が欲しい場面、ここで登場です。いい、さあバッターボックスです。勝利まであと1人になった。まずは見送りました。ここは外してきました。このゲームはここまで3打数でノーヒット、まだヒットが出ません。まっすぐ持ってきました。ボール2球続きました。イ・スンヨプ、今日はまだ塁に出ていません。さあ3球目、しっかり捉えた、大きいぞ、これは大きいぞ、フェンスを越えていきました。ツーランホームラン、5番に頼もしい一発が出ました。会心の当たりはあっという間にライトスタンドに飲み込まれました。9回の裏、ホームランが飛び出しました。そして今ホームイン、4対3。そしてベンチ前、ファンも喜んでいます。2点を返します。さあ1点差、一気に逆転してくれた。ただいまのホームラン、もう一度見ていただきましょう。これで1点差に変わっています。バッターラミレス、この試合の行方を任されました。第1球はどうか。初球はストレートから入りました。枠いっぱいに決めてきました。ラミレス、このゲームはここまで全て凡退しています。2球目はどう攻める。ストレート打って、これはセカンド取りました。一塁送球、アンジキュース、1点差で敗れました。このオープン戦は4対3、スワローズジャイアンツを僅差で敗れました。緊迫したゲームとなりました。1点差。勝利監督インタビューが始まっています。でございます、お知らせいたします。川島陽投手には今大会勝利投手。さあ放送時間の方がそろそろなくなってきました。巨人対ヤクルト、ご覧いただきました。今日のゲームの解説は田尾康さん、宮本和智さんでお届けしました。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。そしてリポーターの2人もご苦労様でした。はい、ありがとうございました。それではまたお会いしましょう。